じゃん。皆さんこんにちは。今日の電源を始めます。今日は電源選手取る機械編、打撃に入ったよのじゃん。同期発電機の原理とその特性パート1について見ていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、はい、なんとですね、四天王機械編の、はい、同期機4人目に入りました。やったー。ということでですね、はい、ついにそれ島をそろそろ制覇ですね。はい、シュラと、サトリと、なんだっけ、オウムと、ゴッタレルじゃん、あともう一人いましたよね。はい、あいつらがいて、はい、その3人を制覇しました。ついにですね、はい、同期機入っていきたいと思います。ということで、同期機ね、とにかくね、はい、まあって感じですよ。はい、でもね、大丈夫。なんとですね、このね、はい、奈々ちゃんもですね、はい、文系出身の奈々ちゃん、全く数学とね、物理をね、避けてきた人間なんですけれども、はい、大丈夫、分かったから大丈夫、とにかく大丈夫だから、ぐるぐる回るものだって思っていけば大丈夫だから、はい、ということで、はい、見ていきたいと思います。はい。で、なんとですね、はい、このね、佐藤さんのね、動画でやってるんですけど、まあ、同期機ね、長いって、長いってば、っていうことで、なんと今日はですね、はい、パート1でいきたいと思います。で、前回、全部でですね、まあ、4回に分けてね、はい、やっていこうと思ってるわけなんですけれども、はい。同期機、何かと言いますと、まあ、発電機、電動機なんですけど、はい、発電機をね、はい、今回はね、はい、考えていただければと思います。で、同期発電機っていうのはですね、これね、何かというと、前までね、誘導機やってたと思うんですけども、はい、誘導発電機の滑りがないやつって思ってもらえればいいんじゃないかな、ざっくりね、はい。そうなんです。なんとですね、同期機は滑らないんですね。はい、なんで、奈々ちゃんも今回滑りませんからね。はい、残念。また滑んだこいつって思った人いるでしょ、いるでしょ。はい、滑りません。はい、ということでですね、滑りがないんです。ですからね、はい、同期してるってことでね、はい、同期機。というふうにね、はい。私はね、覚えてるんですけれども、はい、これ何かと言いますと、結構ね、水力発電とか火力発電とか、まあ、そういうのでね、使われてるらしいんですよ。はい、ということでね、はい、言ってたんですけれども、まあ、同期機、要はですね、今度は、はい、回転するのも中ですよ。中が回転しまして、ここね、磁石、はい、これまた開示するんですけどね、はい。で、この中の磁石を回転させると、今度外にね、はい、なんとね、この三層交流の電流貼っとくわけですね。コイルを貼っときまして、はい。そこに電流を流すというやつなんですね。はい。ですから、磁界が回転してね、もう完全にフレーミング右手の法則のですね、はい。電磁力の、磁力を作るんですね。はい。開示して磁を作ります。で、力動かすと、なんと電流が発生するみたいなね、フレーミング右手の法則なわけですね。というのが、これなんです。はい。見て見て、ほら、わかりやすいんでしょう。はい。何書いてるかよくわかんないっていうね。はい。で、はい。こんな感じでね、中に磁石がありまして、それをね、回転させると周りのね、はい、コイルにですね、電流が流れるんですね。はい、で、今回はですね、この中の回転させるスピードと周りにね、こう電流が生まれるスピードっていうのが一緒なんですね。特に滑りがありません。ですから、はい、滑りの概念がないわけなんですね。はい、というような感じになります。で、今回ね、はい、こう3本で、ね、綺麗な書いてるわけなんですけれども、綺麗に三層交流が生まれるわけですね。それでね、はい、私たちはですね、120度異なるですね、位相が120度違う、120度ね、はい、違うね、対象の三層交流を使っているわけなんですね。あー、三層交流が見える。あー、見える。うちの電気でも見える。うん、三層が見える。はい。というような感じになってるわけですね。はい。ということで、はい。この周波数はですね、同期速度に関係しておりまして、ですからね、なんか聞いたことありません。はい、西日本とね、東日本 50Hz、60Hz で周波数違うわけなんですけど、これって、この同期速度ですね、回転速度に違うんですね。で、発電機の違いだって、なんか、ね、東日本は、アメリカからで、西日本はドイツから輸入したからみたいなね、聞いたことあるんですけど、ま、発電機のね、この回転する同期速度によってね、周波数が変わっているそうです。はい。という感じになってるんですね。はい。で、この
回転速度、はい、お見覚えありますね。最近やったばっかりということでですね、はい、この NS というのはですね、これ同期速度、1分間の回転速度なんですけれども、P 分の 120F、はい、これで完了です。はい、ここにね、カッコ 1-S とかつけません。同期機はなぜなら滑らないから、はい、私は滑らない女になったわけです。ということで、P 分の 120F ですね。はい、曲数分の 120× 周波数。ということでね、はい、キリのいい数字になるんですね。はい。ということで、あ、なんだ、誘導機と同じで簡単じゃないかと思ってでしょ。まあ、その調子でいっちゃってください。はい、その調子でいけるとね、すごくいいです。はい、という感じなんですね。はい。ではでは、またですね、またしてもこれ見たことあるのが出てくるんですけれども、まあ発電機ですからね、はい、誘導機電力出しなさいって、まあ言われるわけですよ。はい。で、誘導機電力、はい、出しましたよ。はい、これ E=4.44NF5。はい、これ見たことありますね。はい、覚えてますか？はい。どこで出たかっていうとですね、変圧器です。一番初め、機械で、一番初めの動画ですね、機械編の。の、誘導機電力。変圧器ってですね、はい、右側の一次巻き線。で、はい、磁界を起こしてですね、その磁界でですね、二次元にね、同じような、はい、電力を発生させるってやつなんですけれども、その誘導機電力でですね、出てきたのが、誘導機電力は 4.44NF5 というふうにあるんですね。はい。で、この 4.44 なんだこれって思うんですけど、これが気になる方は変圧器見てください。はい、機械編のね、変圧器の基本とその特性という動画でね、解説しておりますのでね。はい。まあ、これね、あれなんですね。はい。実行値なのかね。はい。最大値なのかっていうのがですね、関係してくるわけですからね。はい。まあまあまあ、これ覚えちゃってください。4.44NF5 です。はい。なんで、4.44× 満期数 ×周波数 ×時速というような感じになってますね。はい。なんでね、この時速を作るのはね、これ、開示電流流して作るわけなんですけど、まあそういう感じなんです。なんで、学んだのでね、特に変わりないんだけど、ないわけですね。で、さらにですね、はい、このね、はい、回転磁石のところですね。はい、まあ、電磁石つくんですけど、これについてももうやってるんだよ。やってるんだな、もうなんか復習が多いんですけれども。これね、電力編で、多分ね、水力発電の、まあ、タービンだっけ？水車のところでやったと思うんですけど、水力か火力のとこかな？はい、タービンか水車のとこでやったんですけど、まあ、こんな感じのね、覚えてませんか？特極型、円筒型。この特極型と円筒型あったと思うんですけれども、はい、これね、何かと言いますと、この形なんですよね。はい、磁石の。ということで、回転速度によって、はい、形が違うんです。で、水力発電とかっていうのは、はい、ゆっくりなんですね。ですからね、特極型って言いまして、これ、半径が割と大きいんですよ。で、割と大きくて、この極がね、出てるんですね。はい。出てる、出てる。はい。なんで、まあ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 、ちょっとよくわからへん。そう、出てるんです。っていうような感じになってて、まあ、円周率がね、働いてもね、あんま壊れづらいっていうようなね、ゆっくりなんで、回るのが。っていうのがあるんですけれども、今度、円筒型ですね。円筒型に関しては、これね、極が出てないんです。なんで、出っ張りがないんですね。はい。ね、なんで、もう本当に、つまり、まあ、こんな感じですよ。まあ、ほんと、ペンみたいにね、これ、滑らかな丸でしょ？ただの丸なんです。で、この丸の中にですね、溝があって、この溝の中にコイルが入ってるようなね、はい。こんな感じになってるんです。で、この円筒型に関しては、火力発電とか原子力発電所で使われているってですね、回転速度が結構速いんですよ。ですからね、極が出てると、はい、これがぶっ飛んじゃってね、危ないっていうような感じで、はい、回転速度が速いところに関しましては、このね、はい、非特極型、なんで円筒型ですね、が使われているわけなんですね。はい、というような感じになってます。はい、これ同期発電機。はい。でですね、はい、この同期発電機というところなんですけれども、これね、電気市販作用があります。電気市販作用わかりますか？はい、最近ですね、電気市販作用という言葉、機械編に入ってですね、言いすぎてですね、通常用語みたいに私は感じてきてるんですけれども、まあ、要はですね、はい、邪魔をするんですね、主時速に対して邪魔をしてくるものを電気市販作用っていうわけですね。はい、ですから、はい、私がね、こうやって撮影してるときにですね、ガルちゃんがね、ほい、ちょっとって邪魔してくる。これ、まあ、電気市販作用みたいな感じですね。はい、というような感じになります。で、
この筋束があってですね、そこにね周りに電流が流れるわけなんですけど、電流が流れて、でしかも、はい、電流流れてですね、そこの近くを磁界がこう回転してるわけですよ。っていうとですね、はい、またですね磁界が発生するわけですね。この電流が流れてるものに対してですね、右ネジの法則でこう流れた誘導機電力に対しても磁界が発生しますから、これうまくね、都合よくですね、はい、強めてくれる場合もあれば、弱める場合もあればですね、まあ、プラマイゼロのこともあるんです。というような感じで、これが電気市販作用あるんですね。で、見てみましょう。というのがこの一番下。はい。ということでですね、はい。この N と S っていうのがね、あるんですけれども、このね、3つの、はい、電線のところをですね、はい、こううまくね、電線が、これ実は中が回るんですよ。中が回るんですけど、まあこれ、ちょっと今周りを回しちゃってますけど、中が回ってると思ってください。で、全部ね、今ね、N が上向いて、全部 S が下向いてますけれども、はい、このね、周りのこの電線っていうのの位置によってですね、磁界を強めるとき、はい、弱めるとき、はい、同じときっていうのがありますね。で、まず一番左ですね、はい、この上の方がですね、バッテンで、下がこうなってますけれども、まあ、このバッテンは奥に向かう方ですね。だから、皆さんから見るとバッテンはこうですよね。で、はい、この丸についてはこうやってね、電流が流れてるんですけど、こうやって上がね、こうやって流れてるとき。じゃあ、N 極のとこ見てみますと、はい、奥に流れてますから、右ネジの法則で、この赤い矢印の方にね、はい、電線の周りにはね、磁界があるんですね。でもね、N だからね、主磁束っていうのは出てくるんです、これ。ということは、この出てくっていうの、左側に関しては、はい、強まってます。で、右側に関しては、このね、はい、主磁束の反対来てますね。はい、反骨精神あるやつがいるんですね、必ずね。はい、ということで、こうなると、これはですね、増加と、はい、減少させる。っていうので、はい、まあ、プラマイゼロみたいな感じで、はい、交差磁化作用っていうんですね。これ、力率1の場合です。はい、なんで、基準とした位相ずれてないんですね。はい、力率1。まあ、強めて弱めるから、はい、力率1で交差磁化作用と言います。じゃあ、同じような仕組みでですね。はい、じゃあ、この N と S でですね、都合よく、じゃあ、左側がこう、奥に向かってる。で、右側がこっちに来てるとですね、右ネジの法則ですですね。はい。まあこんな感じでぐるっときますと。で、こっちの右側の感じにはぐるっときますと。で、N から S はやっぱ出てくんですけど、まあどっちもですね、この電線の周りの、はい、右ネジ磁束に関してはですね、はい、入ってきちゃって、まあ要はですね、どっちも遅れさせて、反対なんですね。まあなんで、反骨精神しかいないっていう感じなんですけれども。はい。そうするとですね、これはですね、磁界が、弱まりますので、減磁作用というんですね。はい。これは 90% 力率遅れになります。はい。じゃあ、これがあればですね、もう逆もあるっていうのがわかると思うんですけど、今度逆だった場合ですね。はい。に関しては、はい、今度、はい、右ネジの方とですね、主磁束というのがうまく合ってまして、ね、増磁作用ということで、はい。今度は、プラスになります。そうすると、はい、90% 力率進んでま、力率は、ごめんなさいね。はい、90% 進んでますね。はい。で、増磁作用っていう風になります。はい。これがですね、同期発電機のこの電気市販作用になるわけですね。はい。ということで、はい。やっぱりね、主磁束を、どんくらい邪魔してくる、主磁束を邪魔するのが電気市販作用だよっていうのをとりあえず覚えれば大丈夫だと思います。はい。ということですね。いやーだからね、ほんと理論編がちゃんと役に立ってるでしょ。はい、この右ネジの法則とかもね、ちゃんと役に立ってるわけですよ。そうするとね、機械編をやって後にね、理論編行くとすごい楽、すごい楽だから。だから機械編頑張る。はい、ということで、次ですね。はい、同期発電機も透過回路っていうのができるんです。これ全部やりましたね。変圧器もやったし、誘導電動機も透過回路やったし、必ず避けては通れません。なんで、はい、この YouTube 何回も見てね、勇気出してください。まあ私の YouTube よりね、はい、すごいね、解説をね、してくれてる人とかね、はい、もちろんね、サットの池田先生の方がね、わかりやすいわけなんですけれども、私の動画でぜひ勇気を出してください。こいつも頑張ろうとしているってね、思ってくれればいいと思います。はい。ということで、はい、透過回路ですね。透過回路なんですけれども、仕組みとしては、はい、
これ、開示しますね。はい、なんか鉄心かなんかにね電気回して、はい、開示するわけですよ。で磁界を作ります。で磁界を回転させて、はい、だからあれですよね、水力発電とかのこう水を落としてタービン回して、これで発電する、ぐるぐる回る。でこれで回るんですよ、回る回る。そうすると周りのこの、はい、コイルに電流流れるみたいな仕組みですよね。はい、ですからここにね、はい端子電圧ありますね、まずね。はい、で開示するわけですね。で開示して、はい、まあ当然ね、電気抵抗ということでですね、はい、普通の抵抗もありますね、はい、電線の。であったりですね、はい、漏れリアクタンス、はい、これはね発生してしまうものですね。はい、漏れリアクタンスってなんだっけって感じたんですけれども、まあリアクタンスですよ、まあ、必ず出るリアクタンス、はい、というような感じですね。はい、なんかあれですよね、今すごい意味わかんないこと言いますよね。リアクタンスってなんだろう、リアクタンスですよ。まあまあまあ、そうです。でも漏れ時速みたいなもんですよね。はい、それによってね、ちょっと磁界が送り、電流送りちゃうみたいなやつでしょ。はい、漏れリアクタンスについて、すごいわかる方コメントください。はい、というような感じ。まあいいんです、とりあえず理解しちゃってもいい。はい、で次、電気市販作用ということで、ね、電気市販作用リアクタンスということでですね、はい、先ほどやった電気市販作用ありましたね。はい、これのね、はい、リアクタンスがあります。はい、だからここですね、はい、原人の時は 90%、 90% じゃない、90度遅れまして、増人の時は90度進むっていうことでね、はい、これもねリアクタンスですよね、っていうのを考慮しまして、この、はい、誘導起電力というのがあるわけですね。はいE0 で、はい、これはですねベクトルでね書き表せまして、なんだこのベクトルって私も初めて思ったんですけれども、書いてみるとベクトルってやっぱねいいですね、簡単、はい、というような感じになるんですね。でこれいろいろね細かく書いてますけれども、このね電気市販用リアクタンスと漏れリアクタンスっていうのは足しちゃって、はい、同期リアクタンスとしてまとめることができるんですね。はい、XS ということでね、はい、でまあ問題でね、まあどれを言われるかだと思うんですけれども、まあ同期リアクタンスって言われると、まあリアクタンスまとめたものって感じですね。でさらに、はい、電気抵抗っていうのもね、はい、これありますね。でこれに関しては抵抗ですから、はい、虚数成分ありません。なんでこのインピーダンスっていうのはですね、はい、同期リアクタンス、じゃあ電気抵抗ですね、抵抗の部分、実数部分と虚数成分のこの同期リアクタンスを足したものになりますね。ですから RA 足す JXS オームってことなんですね。はい、ここ J つけるのね大事ですからね、コイルだからね J ですよ。はい、コンデンサーだったらねマイナス J ですけどね、はい、コイルだから J ね、はい、っていうような感じでね、はい、これベクトル書いてみたいと思いますね。はい、で、はい、このね、まずね、はい、端子電圧っていうものをね、まず基準に取るんですよ。で、こっからスタートして端子電圧いきますね。で、そんで、これも足せばいいんですね、全部ですね、簡単に言うと。はい、なので電気抵抗っていうのは、はい、どういうことかと言いますと、はい、電流が、まずね、ちょっと全部足すと、はい、要は電流がちょっと遅れるわけですよね。はい、このリアクタンスのせいでですね。はい、ということで、まぁ、ちょっとシータ、角度シータ遅れてるわけなんですね。はい、電流が。で、電流と同じ位相に、はい、抵抗はありますから、ここ同じなんですね。はい、ここ、点々ととっても、ここもシータなわけです。こっちもシータ。はい。なわけですね。はい。ということで、抵抗が来まして、で、はい、今度はですね、はい、力率の方、力率がですね、今度ですね、リアクタンスで遅れてますね。はい。ということで、J がついてます。J がついてますから、はい。これに関してはですね、90度、はい、ずれるんですね。ですから、ここから、はい、JXS の分90度、はい、遅れまして、こっちに直角にね、はい、遅れなんでね、直角に上ですね。はい。っていうふうにいきます。というと、はい、全部が足されて、はい、誘導起電力、ここからここをつないだものっていうような感じになるんですね。はい、これがね、ベクトルで書くとね、こういう風になるみたいですね。はい、まあこれ私今偉そうに言いましたけど、これ見ながらじゃないと書けないからね。はい、ということで、まあでもね、初め見た時はもう意味わかんないって思ってたけど、今だと、まあ、意味わかる上に見ながらなら
かけるんですね。はい、ということでね、はい、ちょっとずつやっていくことがね大事かなと思いますというような感じでですね、等価回路とベクトル図、ぜひね皆さんもね、はい、書いてみていただければと思います。はい、ということでですね、はい、今日はこれね次回とセットになってますんで、次回ねこの続きからね行きたいと思います。はい、なんでねしっかりね、はい、これ見ていただいてね、はい、しっかり次回ねやっていければと思います。まあ結構ねあれなんですよ、はい、他のね四天王の3人とね組み合わせたものみたいな感じなんでね、はい、まあ大丈夫ですよっていう感じでやっていければと思います。はい、ということで今日は同期発電機の原理とその特性パート1について見ていきました。今日の電気料理にします。皆さん今日もいってらっしゃーい。ぴょんぴょんぴょーん、ドキドキ。